ベノア・ディビットは、カナダの歌手。カナダのバンドであるミステリーのリードボーカリスト。2008年から2012年までの間、イギリスのプログレッシブロックバンドであるイエスのリードボーカルも務めていた。2008年、ディビットは、長年、イエスのリードボーカリストであったジョン・アンダーソンが、健康を害して、バンドを離れた後を埋めるために、イエスによって抜擢された。 イエスに参加する前のディビットは、クロース・トゥ・ジ・エッジというイエスのトリビュートバンドのリードボーカリストでもあった。2008年、オハイオ州、コロンバスのイエスのコンサートにて、2008年、この年に行われるイエスのツアーに向け、スティーブ・ハウ、クリス・スクワイア、アラン・ホワイトらからなる編成のリードシンガーとして、ディビットの名が発表された。スクワイアがディビットを知ったのは、 YouTube にあったクロース・トゥジ・エッジの演奏によってであった。ディビットはこの年初めに急性呼吸不全から健康を害してツアーができなくなっていたジョン・アンダーソンの大役を果たした。このツアーはスクワイアが体調を崩して当初の予定より短縮され、ディビットはミステリーとクロース・トゥジ・エッジの仕事に戻った。ディビットはその後もイエスの一員にとどまり、 2009年から2010年にかけてのツアーに加わった。2009年10月、ディビットが正式にイエスに加入したことが発表された。2011年はじめ、イエスはディビットをリードボーカルに据え、新アルバム、フライ、フロムヒアを完成させた。ディビットはイエスへの参加後も、クロース・トゥ・ジェッジの一員として活動し続けたが、 ディビットの ES への関与が深まったために2009年に行った一連のライブ以降、このバンドは活動休止状態になった。ディビットとギタリストのフィルシャルメタンはクロース・トゥ・ジ・エッジを離れ、代わりのメンバーが加入してバンドは活動を継続した。2012年2月、スクワイアへのインタビューによってディビットの正式な脱退が明らかになった。ディビットは 1999年以来、ミシェル・サンペールが率いるミステリーというバンドのリードシンガーであり、ミステリーの2007年のアルバム、ビニース・ザ・ベール・オブ・ウィンターズ・フェイス、2010年のアルバム、ワン・アマング・ザ・リビングにも参加している。前者では、すべての楽曲をサンペールが書いていたが、後者では、初めてディビッドが2曲で、作詞の共作者となっている。2012年、アルバム、 The World o ー Is a Game を発表。イエス在籍中及びイエスを脱退後の療養中もミステリーにボーカルとして在籍していたが、2014年3月にはミステリーからの脱退が公式に発表されている。ミステリーの公認のボーカリストはジーン・パゲアウである。ありがとうございます。